旗立ダ台の群れ旗立ダ台は、鈴木木、蝶々魚家に属する魚類の一種。群れ旗立て台、角出しに酷似する。角出し、群れ旗立ハ台、旗立ダ台よく似た種で、群れ旗立ダ台がいる。見分ける方法は、本種はあまり大きな群れを作らず、群れ旗立ダ台は、大きな群れとなる。ただし、本種が大きな群れを作る場合や、群れ旗立ダ台が、 大きな群れを作らない場合がある。このほか、背びれの棘の数が12本の場合、群れはたたて台で1本、少ない11本の場合が本種である。角出しは、はたたて台と姿がよく似ているが、蝶々魚よりニザダイに近い仲間である。また、模様の入り方も異なる。雑食で、プランクトン、藻類などを食べる。幼魚は、他の魚についている。寄生虫も食べる。 水深10から75メートルのサンゴ礁などの海底付近に生息し、沖縄では普通に見られる。本州では漁港の堤防の側面をつついたりしながら泳ぎ回る。太平洋及びインド洋の熱帯のサンゴ礁などに生息する。寒さに強く、本州でも生魚が見られる。北限は青森県下北半島。観賞魚としても人気があり。 様々なサイズが入荷してくる。しかし、水槽内では、この自慢の、長く伸びた背びれも長く持たせるのは難しい。水質により溶ける場合があるからだ。しかし、ヒレブが溶けても糸状に残った背びれの軟骨があれば、落ち着き次第回復することもある。極小の釣り針に置き網か、網エビをつけて、魚の前に垂らすと意外と簡単に釣れる。ありがとうございます。